こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、古径三章です。古径は、廬山の東林寺の前を流れる、いわゆる古径三章図の背景となる川です。伝説によると、秦の僧、エオンが従事していたとき、決して谷を渡ることはなかったが、ある日、唐延明と陸秀星が訪れて、甚だ意気投合し、帰りを送って、覚えず渡ってしまい、虎が渓谷のうなり声を上げたので、三人は大笑いして別れたということです。それでは今から古径三章を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。